仕方が、このここの軸の手、下からこうやって出すの、下からで、ボールしっかり抱えて掴む、溜め込むっていうのを意識して、こう出し、このまま足ちゃんと前出さなきゃいけない。もう一回お願いします。しっかりボールを迎えに行く。 OK。 この動作で、だいぶキャッチングのところ変わるから。何が変わるかって言ったら、ファンブルしなくなるし、あとこの動作ができないと、こういう取り方やるの。こういう、分かりづらい。こうやってボールだとよくやってる。これな、これキャッチングじゃないから。これもそう、これもキャッチングじゃないから。両手でしか向かいに行く、両手でしか向かいに行く。ボールをちゃんと握る、確認する。これさっきのコミュニケーション